CC 団は中華民国国民政府時代の中国国民党内の党派。陳香、陳達夫の兄弟を中軸として国民党の党内支配、特務長報活動の方面で権力を振るった。蒋介石の与党的存在であったが国民党政権が国境内戦に敗れて台湾に移った際に衰退した。CC の名称の由来は陳香。 陳達夫兄弟らが1927年11月に当時国民党内の清掃によってゲアしていた紹介席を支援するために秘密結社中央クラブを上海にて結成したことからとされる。中央クラブの英訳がセントラルクラブとなるのでその頭文字を持って CC と称したともまた陳兄弟の陳の英語の頭文字を取って CC と称した。 とも言う。一方で、陳達夫は後に、中央クラブなる、秘密結社は存在せず、中国共産党が、陳兄弟ら反共派を非難するために捏造した、造語である、と述べた。後に、CC 団とされる党派は、1926年に、陳顔が設立した右派グループ、石膏革命同士会をもととして、 その後国民党内の各州派グループがこれに合流していったとされる。CC 団はその権力の源泉として陳兄弟が握った国民党中央組織部の他にも陳兄弟の叔父叔父である陳その美や陳その際が石膏省に持っていた政治的、経済的実力や陳ン,ンとのつながりがあったとされている。CC 団の思想的背景は 陳達夫が1935年に発表した、性の原理によるという。陳達夫はこの中で三民主義こそが、資本主義、共産主義、帝国主義、ファシズムを凌駕し得ると説いた。一方で、CC 団の具体的な主張は三民主義、国民党、紹介席を絶対視するものであり、紹介席の国民党独裁を守るために、 これに反する一切の勢力の排除を目指すものとなった。CC 団は国民党中央、地方双方で勢力を伸ばし、1936年にはご届け中央委員180人のうち、CC 団の影響下にあるものが50数人まで及んだという。国民党、政府の仮想も含めると構成員の総数は1万、数千人に及んだとも言われる。 陳カオの特務活動は1926年に陳カオが国民党中央組織部秘書部長代理になった時に遡る。この組織部では国民党内部から共産党員を締め出すことが行われた。1928年2月に紹介席が政権に復帰すると陳カオは中央組織部副部長に任じられた。陳兄弟はこの中央組織部をもとに 共産党のみならず、国民党内の反省解析派、その他国民党外部の活動家の排除、弾圧に乗り出した。1932年、省解析は、共産党への攻勢を強めるために、陳兄弟に特務機構の強化を命じ、陳兄弟は、ジョーン・ソーに命じて、南京に特攻総部を設立させた。これは秘密組織で、 特務辞任の管理や大共産党工作、弾圧などを行った。共産党弾圧は主に上海を舞台に行われ、共産党に大きな打撃を与えた。1937年、蒋介石は軍事委員会調査統計局を改組し、CC 団と乱医者の特務機構の統一を図った。陳達夫側は、 この木を利用して、ラミー社系の特務も参加にしようとしたが、日中戦争勃発後に調査統計局は再分割される。対日戦争は、CC 団の基盤である、公設地帯の喪失をもたらしかねないため、CC 団は当初は、対日戦争発動に消極的であった。このことが、日中戦争初期における、CC 団の特務活動の鈍さにつながり、 蒋介石やランシャラ党内多派の批判を買った。これに対し CC 団は、ソビエト連邦のゲーペイウーによる、殺戮政治のごとき、カンカン狩りを開始する一方、共産党との合作交渉を行い、また、党内多派との連携を進めた。1938年、蒋介石は、軍事委員会調査統計局を再開訴し、CC 団系の中央調査統計局と、 乱射系の軍事委員会弁公庁、調査統計局に分割した。これに伴い特攻総部は中東へと改装、廃止された。1938年12月に、王朝名が国民政府から離反した際、CC 団の幹部であった、周復会、梅市平らがこれに従ったため CC 団は大きく、動揺したが、後に勢力を挽回した。 CC 団の指揮する特務活動は対日活動で活躍し、主に日本の軍事経済の情報収集を行ったり、中国国内のみならず、香港や海外をも舞台にして、日本軍と特務、情報戦を繰り広げた。日中戦争中も勢力を保持し続けた CC 団であったが、戦後の第二次国境内戦に際して国民党内では、 CC 団と他派との清掃が激化した。CC 団の中華層メンバーは、国民党の弱体の原因を、総資分や公司長といった人物に求めて批判し、これはそう、穴の失脚の原因ともなった。彼らの批判が、小介席に及びかけた際に、陣川はこれを阻み、批判運動は消滅した。しかし、陳兄弟も次第に、 党内の腐敗や蒋介石に対して不満を募らせており、その一方で蒋介石は国民党内の党派争いを国民党の勢力が衰えた原因とし、党内の改造を行った。党派の巨海であるチンカオが病に倒れ、国民党がついに中国大陸から台湾に追われるに及んで蒋介石は CC 団を政権中枢から排除した。代わりに、 陳生らの新聖座談会派が党内の主流派閥となる。陳達夫は1950年にアメリカに渡り、以後は政治職にはつかなかった。台湾に残った CC 団勢力はなお立法院に勢力を残していたが、CC 団指導者と言われた蝶道藩の死により立法院勢力は消えていった。一方財政、金融面ではなお、 CC 団の支配が残っていたが、これも、小介石の後継者、小渓谷の党内権力掌握に伴い、削られていった。ありがとうございます。